911テロ以降、飛行機に乗るのが怖くて、空の旅は極力敬遠された。このため米国では航空便の復活に3年を要した。リーマンショック以後、景気が落ち込み、全米で住宅産業が復活には5年の歳月が必要だった。いずれの回復にも従来の発想にはなかった新型ビジネスのGAFAが牽引した。バブル崩壊後の日本では、失われた10年がそのまま自動延長し、まもなく失われた30年となるのに、明るい展望がまるで開けてこない。この状況にコロナ大恐慌に直面することとなった。一体経済の回復はいつになるのか、それが問題だ。米国ではケンタッキー州で外出禁止をやめろとプラカードを掲げての抗議行動が開始され、数百人が集まった。参加者は外出の自由がないのは韓国にいるのと同じだと叫んだ。トランプ大統領は感染の少ないミズーリ州、ミネソタ州、バージニア州などの知事に対して規制緩和を呼びかけた。禁止事項の行き過ぎは経済活動を阻害し、アメリカの再生に役に立たないというわけだ。日本は外出自粛以後、皮肉にもコロナの感染が拡大し、大都市ばかりか地方にも広がってしまった。2週間の休校、在宅勤務、外出自粛で感染は収まるはずではなかったのか。ビジネス街と盛り場は閑古鳥、ディズニーランドの休園が続き、レストランも百貨店も居酒屋も客足が遠のいて、多忙を極めるのはマスク、体温計、人工呼吸器のメーカーと弁当、食品のテイクアウト、スーパーマーケット、そして運送業者である。米国でもウォルマートは急遽15万人を雇用、アマゾンは合計17万5000人を雇用して需要増に対応している。何しろ失業保険申請が米国では1ヶ月で2200万人、ウォルマートの10万の求人募集に対して100万人が応募したというから、雇用の深刻状況が伝わってくる。反面で自動車部品、耐久消費財などの製造業はエンジニア、工員の確保も難しく、サプライチェーンの寸断によって製造過程が軌道に乗っていない。鉄鋼は航路を止め、自動車は販売が激減し、量産店で売られているのは在宅勤務、テレビ会議用のズームなどに集中している。薬局チェーンには相変わらず入荷予定はありませんの張り紙、マスクの姿がない。沖縄では1万枚のマスクを配るとの特殊化の行為に警官が出動した。街には土天商が進出し、マスクを高値で売っている。なぜここまで人々はパニックに襲われたのか。第一にウイルスの正体が不明、感染ルートも不明とあっては、適切な処方がわからないために心理恐慌をきたしているからだ。この恐怖心理が取り除かれるのは、ウイルスの正体が解明され、ワクチンなど特効薬に効き目があるとわかるまでの期間だが、早くても年内になる。未知の危機へは最悪に備える心構えが必要である。子供は未来のことを何でも知ろうとする。お化け屋敷で悲鳴を上げるのは子供である。大人になるにつけ、お化けの正体を知ると怖くなくなる。同様に未知の解明がなされると恐怖心は遠のくのである。第二は、恐怖が心理恐慌をむしろ悪化させていることである。歴史を振り返れば、黒死病、赤痢、天然痘、チフス、これら、そして今世紀には SARS、MERS、インフルエンザの大流行があり、例えば SARS が完全に収まるには18ヶ月を要した。いずれも情報の隠蔽が原因であり、対策が遅延したことが大きい。未知への恐怖は人類の歴史が始まって以来繰り返されている。政府の役目は情報の徹底公開であり、メディアは過剰な報道を避けるべきだろう。年寄りのケアセンター、持病持ちの高齢者、そして院内感染が最大の死因であり、他の感染が少ないという特徴を現在多くの人が知るところであり、目下の対策は医療崩壊をいかに防ぐか、最大級の努力目標がそこに置かれている。第3に、その後のシナリオが見えてくれば、人心が落ち着き、規制は徐々に解除されていくだろう。少なくとも3密規制だけは解除が遅れるだろうが、在宅勤務などは徐々に緩和され、学校の再開も順次進む。未知への恐怖が希釈化されるに並行して、ウイルスとの共存が進行するだろう。病原菌との共存は、人心が落ち着けば新しい行動規範となるのではないか。例えば明治時代、正岡子規は結核に侵されていたが、俳句仲間は会合をやめず、漱石も濃密に子規との交友を深めながらも、しかも周辺では次々と結核で死んでいく人々が多出していたが、共存していた。日清日露の戦いでも、おびただしい戦死者よりも現地で疫病に感染して死亡した日本軍兵士の方が多かった。恐怖心理をあまり深く考慮しないで、営業を続けている喫茶店と居酒屋は大盛況という皮肉な現象がある。都会の孤独、同じ時代だからこそ連帯感を強く求めて、あるいは居場所を求めて、外出自粛も何のその、だから営業自粛も黙殺して、需要に応えるのは心理解析として研究課題になる。巣ごもりが長引くとストレスが蓄積するが、元より日本には70万人の引きこもりがいる。行政は各地に心の相談室を設けているが、相談に乗れるカウンセラーがそれほど多くいるとも考えにくいことである。第4は、全校の校説と関連するが、ストレスの爆発によって突発的な社会の変化、人現象が必ず起こることだ。新興宗教の勃興も大いにあり得るだろう。日本の歴史でも疫病の流行は早いところで、日本書紀には天平年間には4分の1の人口が天然痘で死んだ記録がある。秩序が乱れ、都が廃墟となった応仁の乱などでは餓死者が急増した。こうした時代には末法思想が世を席巻して、オンリーエド、ゴング浄土の念仏行進があって、人々は救いを来世に求めた。不安心理が長引くとトラウマ、心理状態の不安定をもたらし、そのストレスが間欠的に爆発する。江戸時代なら一揆、近代では暴動、中国ならすぐに内乱となって王朝を崩壊させた。コロナ予防は3密を避け、家にとどまり、ソーシャルディスタンシングが呼びかけられたが、マイナス現象は DV、家族不和、離婚騒動に発展するケースが報告されている。江戸時代にはお伊勢参りという突発的な現象がおよそ60年周期で繰り返された。このため江戸時代に庶民金融が発達する。今日の信用組合のごときメカニズムを持った鉱の発達がお伊勢参りを支えた。ある日、不意に町や商家の娘らが何かに取り憑かれたように伊勢へ行く。奉公人が雇用主にも告げずに伊勢へお参りに行く。道中では特殊化の商家が宿泊施設を提供し、食事を供与した。その東海道中の混雑ぶりは、歌川広重の伊勢三宮、宮川の私という浮世絵に如実に描かれている。銀土を持たずとも、魔神の流行のように人々は疲れて旅立ったのだ。富士港もその一つで、
霊峰富士へ祈祷に出かけるため、砲が本格的に流行った。皆が掛け金を持ち寄り、線を当てた人が富士へ登山に出かける。霊剣新たかな浅間神社の神札をもらいに、どっと甲州街道、東海道を埋めた。日本政府の一人、10万円の発送もこの甲に起源がある。幕末には、ええじゃないか、ええじゃないかと、踊り狂う不思議な行動現象が京都、尾張、大阪から四国で突発的に出現し、大政奉還の直前までこの狼藉は続いた。倒幕側が仕掛けた謀略という側面が強いが、京都の混乱に乗じた薩長が幕府の体制を揺さぶり、維新へと展開させる効果があった。しかし参加した人の大半は自発的であり、踊りはなんだか阿波踊りに似ていた。さて、現代日本では、昨秋渋谷でのハロウィン騒ぎをご記憶だろう。意味不明、何が目的なのか。とにかく渋谷には派手なコスチュームやかぼちゃ人形や日頃のストレスの発散場所のようなものでもあり、つまり彼らは目的は単に想像を作り出すことであり、一種の共演ともいえる末法現象と捉えることも可能だろう。ハロウィンはそもそもケルトの宗教儀式であり、敬虔な祈りの場であって、渋谷のハロウィンとは無縁。きっとケルトの精霊たちは眉を潜めたことだろう。イスラエルのネタニヤフ首相はコロナ感染拡大を防ぐため密集や外出規制を命じてきたが、4月19日徐々に緩和方向へ向かうとし、早速エルサレムやテルアビブなどでは商店街が再開、屋台も営業を始めた。コロナ感染措置をテロ対策マニュアルで対応し、限界霊下のような規制を取ってきたイスラエルが西側世界で初めて緩和に向かい出したことは注目される。反対に対策を強化しているのがロシアである。コロナ再開はまさに嵐だとするクレムリンは戦争パレードを中止する。プーチン政権は原油安、ルーブル安、消費不振の3大要素によってロシア経済は2年間の構造不況に陥るだろうと予測しているが、モラルは異常に高く、ロシアの英語メディアに限って言えば以下のような世論が形成されている。まずロシアは金備蓄を含めての外貨準備が5512億ドルあって、コロナ不況の到来にも十分対応できる。コロナの感染拡大で米軍は空母が作戦の遂行ができなくなり、米国の諸都市は封鎖され機能が停止、死者が世界一多い。これは中国が成した西側への懲罰である。中国の生物兵器によってグローバリゼーションが頓挫した、西側を麻痺させたのである。ロシアは医療チームを米国に派遣したように、コロナ災禍はヒューマニズムを復活させた。その証は海外へ逃亡していたロシアの富豪らが西側の生活と価値観に飽きてロシアに戻っていること。ロンドンに子供を留学させている富豪はプライベートジェット機を飛ばして帰国させるべく交渉に入ったと例を挙げたが、やや研究深いだろう。実際には予算縮小で医療福祉関係を大幅に削除したため、現在コロナ対策に奔走している医院などは医学生が現場に派遣されている。リュック・モンタニエは HIV の発見で有名。そのモンタニエ博士が武漢ウイルスを人工ウイルスと断定するに至って、中国の武漢の生物化学兵器研究所から漏れたことは確実となった。欧米列強はほぼこの見解で足並みを揃えた。日本も新型肺炎とかの曖昧な表現をやめて中国元凶説を主張し続けよ。 A 首相もドイツ首相もコロナに感染し、メルケルはドイツ国民の 60% が感染するだろうと不気味な予告。死亡が世界一となった米国は戦略変更を余儀なくされる。一帯一路を経済テコ入れと期待したのがスペイン、イタリア、フランス、英国、ドイツだった。今中国は健康のシルクノードなどと試行して医療チームを派遣し、マスクを寄付する欺瞞外交を展開しているが、欧米ばかりか世界ではチャイナバッシング、健康シルクロードは病原菌シルクロードとなった。中国の野望だった一帯一路プロジェクトは第4強とともに各地で崩壊したか崩壊中である。同時に中国の負債が9900兆円から間もなく1兆円を突破するだろう。これは同時にアジア各国に激甚なる経済破綻の波となる。しかし一等重視するべきはこのコロナ災禍で国際政治の大変革が起こり、地政学的にはパックスアメリカの大後退が予想されることである。ならばその分を中国の軍事力が進出して代替するかといえば、それもノーだ。中国自身が世界にいかに孤立しているかを知っている。バッシングの風当たりが強烈なことも近くしている。極東に限って言えば北朝鮮が ICBM を保有しない限り、トランプは北朝鮮を攻撃する可能性はないし、台湾を守ると言っても本気かどうかは疑わしい。というのもアメリカは軍事的な世界関与への関心をなくしつつあり、戦略爆撃機基地をグアムから米国本土中西部に引き上げ、虎の子の空母は4隻の乗組員がコロナに感染し、物理的な作戦行使が難しくなった。米海軍の戦略展開が機能不全に陥っているのだ。コロナ以後の世界は変革に遭遇し、未知の不確実性に覆われたまま霧の中で新しい試みが始まるだろう。 NBR 座長のニコラス・エバースタットは、中国基軸のサプライチェーンは編成し直しとなって、現在世界の GDP の 60% を占める APEC にインドを加える巨大経済圏が次を指導するのではないかと予測している。イースターまでに解決するとトランプは極めて楽観的だったし、被害の想定を4月初旬まで楽観的に見ていたウォール街も経済学者らも、米国を筆頭に欧米で死者が戦争並みの犠牲を超えていることに愕然とした。それまでに被害想定を低く小さく楽天的に数字を想定していた。被害は当に香港風の規模を超えており、チェルノブイリを超え、死者は広島の犠牲者を超えた。現在ではクリスマスまでにという標語だが、これも危ないのではないだろうか。現実は感染者の急拡大、死者のうなぎ登りの悲惨な数字が並び、棺も足りず、死体置き場もない。外出が禁止され、ビルは封鎖され、スーパーへ買い物へ行けば行列は2メートルの間隔。米国の失業率、4月上旬の2200万人は1931年レベル、4月末には1935年レベル、そして5月には1933年の最悪レベルとなるだろうが、これは事実上の大恐慌だ。
ギンドルバーガー教授に代表されるように、1929から1933年の大恐慌の反省はなされ、研究は進んでいたために、何が失敗の原因であり、何をしなければならないかを事前学習している。大恐慌の研究で調べたベン・バーナンキは、先々代 FRB 議長だが、ヘリコプターベンの異名を取ったほどに財政をばらまき、通貨供給の流動性を高めた金融通貨政策を採用した。したがって今回の米国政府の対応は大胆な財政出動だった。欧米、日本、オーストラリアも追随してこの国際協調は西側の連帯を金融関係では強めた。だから非常事態宣言から3週間で、ウォール街の株価は 38% 下落したがすぐに 32% を反騰した。不思議というより、FRB の即応ぶりに対しての投資家の反応である。しかし、コロナ災禍の長期化は確実だから、再々の金融財政出動に、いずれ資金が枯渇すれば通貨の破綻、債券の紙くず化、そして特性例の出現があるかもしれないではないか。いや、現在の給付金や企業への貸し出しは、見方を変えれば特性例に似ている。しかも、コロナ災禍大恐慌は世界同時多発的であり、特効薬の発明があっても、途中で数回の感染揺り戻しが繰り返されるだろうから、収束には2年以上の時間を要することは確実である。幸いなことに世界の列強はテレビ会議で意思の疎通が図れるような時代であり、また情報伝達は瞬時にして世界同時、情報の漏れで対応が決定的に遅延するという政策ミスは少なくなった。まもなくアフリカ諸国、アジア、中東の最貧国の被害は凄まじい災禍となるだろうが、先進国が支援するような余裕がない。医師団の派遣も医薬品の寄贈もままならず、当該国家に対策を任せることになる。アフリカで一斉に中国批判の声が広まっている。消費の落ち込みは確実に GDP を押し下げる。IMF はまだ楽観的に、世界経済はマイナス 3.3%、日本がマイナス 5.9%、アメリカがマイナス 5.7% などと楽観的な予測を出しているが、日米でマイナス 15から20%、 中国はいきなりのマイナス 50% となっても不思議ではない。現2019年の第4四半期の日本の GDP はマイナス 7.1% だったし、中国は初めて2020年第1四半期の GDP をマイナス 6.8% と公表した。これらの数字は率直に言って信用できない。特に中国の数字は5倍から10倍しなければ実態にそぐわない。オーストラリア、バージン航空が破産申請した。米国高級デパートニューマン&マーカスが経営破綻に陥り、すでに中国香港から旗艦店を撤退させているプラダ、フェルガモなどの有名ブランドも経営危機に陥る可能性がある。なぜならパラダイムシフトが起こると、日常生活では食料買いだめ、備蓄と医療出費が家計の優先課題となり、不要不急のものには見向きもしなくなるからだ。バブル時代に紳士淑女は高いカルチェやダンヒル、リポンのライターを持っていた。今誰が使っているのか。100円ライターが主流となり、国際機場の免税店での目玉コーナーから今やどこにも売っていない。同時にグッチ、ディオールなど、あるいは自動車にしても実用車、SUV は売れ続けても、高級車は敬遠されているだろう。パラダイムシフトの行き着く先はまだ濃霧の中である。今更驚くことはない。中国はどさくさに便乗して違うことを行う。火事場泥棒の行為である。まずウイルスの武漢発生、中国元凶説を否定し、欧米の賠償請求に対して交流。エイズは米国から発生したが、米国の責任を問うたか、米国は賠償したか、中国も今回は被害者である。生物兵器研究所の武漢ラボが元凶とほぼ特定されたが、中国は武漢は安全になったと腰を抜かず開き直る。中国は2012年に海南省三峡市を勝手に制定した。2020年4月19日に正式な行政区だと施行して、政策、南策を新設するとか。政策はパラセル諸島を中心とする資源の宝庫。付近では4月2日にも中国海警船がベトナム漁船に体当たり沈没させている。1974年以来、ベトナム漁船への攻撃が頻発しており、ベトナムと激しく戦闘を繰り返す海域である。南策はフィリピンとスカボロー島をめぐって軍事衝突を引き起こした海域である。米国国務省は武漢コロナ対策での方策につけ込んでいると憤懣やり方なき姿勢だが、軍艦を派遣する余裕はない。何しろ米海軍空母乗組員のコロナ感染で機能不全に陥っている。この絶好の機会を中国は今だとして便乗し、領有権を正当化し、南シナ海の実効支配を強めるのだ。ベトナム政府はこれらの動きは無効だ、不当な決定を破棄せよと強く抗議した。習近平政権は海域の7つの拠点となる島しをすでに白昼堂々と埋め立て、人工島を造成し、軍事基地化した。3つの島には滑走路を設置してミサイルを配備した。レーダー基地を設置した島もあるが、中国はこの辺りの海域は昔から中国の領海だと強盗の居直りを続ける。あまつで南シナ海の55の海底地域や25の島しと暗礁、合計80を勝手に命名した。これまでにも287の島し暗礁の名称を一方的に公表している。なるほど、火事場泥棒ってこうやるんだ。どさくさに紛れ、もう一つとんでもないことを中国は展開している。昨夏から香港で SNS の呼びかけに呼応した香港の若者たちの香港行政への抗議行動。その背後で操る中国共産党への反対集会、デモが続き、火炎瓶が燃え、キャンパスは武器庫となり、親中派は区会議員選挙で惨敗した。習近平はこの香港対談をじっとこらえながら隙を待っていた。反撃のチャンスを伺っていたのである。昨週は明日にようやく沈静化すると、大学校内へ警官を導入し、次に生徒を先導したとして自由民主派の教職員を解雇し、ビデオに収めた証拠写真をもとに活動家を洗い出して逮捕を続けた。逮捕者は7700名、保釈金をクラウドファンディングで呼びかけると、HSBC はその口座を凍結したため、銀行本部にもデモ隊が襲撃し、親中派と言われた銀行の ATM やほとんどが破壊された。起訴された者、現在までに1100名である。香港の自由民主活動家たちを、欧米の人権批判が弱まったことを好きに狙ってごっそりと逮捕し、裁判に持ち込むという卑劣なやり方である。4月19日、反政府運動の先頭に立っていたジミー・ライら15名を逮捕した。違法デモを指導したという濡れ衣をかぶせ、
香港基本法の解釈を勝手に変更し弾圧を強化する。すぐに抗議集会が持たれるのだが、今コロナ騒ぎで香港でも5人以上の集まりが禁止されている。このタイミングを見逃さず、中国共産党は香港自治に重大な干渉を再開したことは警戒するべきだろう。アジアで最も感染が少なく清潔なイメージのあるシンガポールだが、リー・シャンロン首相は21日記者会見し、4月7日からの都市封鎖を6月1日まで延期するとした。4週間の延期とは一種衝撃である。一般市民の感染は少なく、封鎖解除は秒読みと言われたのに突然の延期は、外国人労働者が集中している建設現場の寮宿泊施設などで急激な感染が広がったからだ。シンガポールの人口は570万人、急激な感染拡大は産経の労働者の密集地だ。彼らの出身地はインド、パキスタン、ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイ、カンボジアなどに国籍は多彩である。付近で営業を続けてきたバーの経営者が逮捕され、2ヶ月の禁錮刑に処せられた。シンガポールに限らず、香港や広州、上海などではお手伝いさんはフィリピンから。これら短期的労働者には市民権が与えられておらず、またフィリピンからの出稼ぎはどの国もフィリピンへ帰還させてきた。出稼ぎの送金で成り立つフィリピンは年間300億ドルをこの出稼ぎで稼いできた。そのフィリピンでもマニラ首都圏は封鎖されたままである。ともかく封鎖延期、日本も本当に5月7日からの外出自粛、在宅勤務要請を解き、レストランなどは元に戻れるのか。